さあ参りますよ。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。初めてですよ。この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。絶対に許さんぞ、虫けらども。死になさい。じわじわと、なぶり殺しにしてくれる。ほら見てごらんなさい、こんなに美しい花火ですよ。見てごらんなさい、こんなに美しい花火ですよ。もう許しませんよ。消えなさい。遊んであげましょう。呪い、そのざまで私に勝てるわけないでしょ。もう許しませんよ。頑張りなさい。ほら見てごらんなさい、こんなに美しい花火ですよ。死になさい。それだ、それ。はい。死になさい。はい。死になさい。それ。はい。死になさい。なぶり殺してあげましょう。どうした？
ほら、見てごらんなさい。こんなに美しい花火ですよ。ご覧なさい。こんなに美しい花火ですよ。死になさい。シャット。消えなさい。かかりましたね。それ。ほら、見てごらんなさい。こんなに美しい花火ですよ。もう許しませんよ。もう許さんぞ。消えなさい。遊んであげましょう。死になさい。はい。それ。はい。死になさい。だ。なぶり殺してあげましょう。こいつ、どこかで見たことが。あいつだ。惑星ベジータを滅ぼした時に最後まで抵抗したあのサイヤ人にそっくりなんだ。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。目立ちに殺されたサイヤ人のためにも、そしてこのナメック星人のためにも目をぶっ倒す。くだらないことを。こっちだ、フリーザー。ハエがまだ逃げずにいたか。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも、君はどうかな。この星と共に消え失せろ。
ってやるときはやるんだ。終わりにしよう。こら、こら、こら、くたって、こら。どいつもこいつもこそこそと動き回りやがって、鬱陶しいハエどもが。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なあ。よし。俺が行く。お前たちはここにいよう。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。まだうろうろしていやがったのか、あのナメック星人め。終わりにしよう。舐めるな。ほら、ほら、ちょっと脅してやるか。今度は死ぬかもね。もうここまで。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やる。しまった。フリーザだ！ピッコロさん、ピッコロさん！逃げろ、おめえたち！貴様らを許すと思うか？一匹残らず生かしては返さんぞ。ダメージを食らっても貴様らごとき片付けるのはわけはないぞ。フリリン、やめろ、フリーザー、ゴーゴゆるさんぞ。よくばん、うん、俺は怒ったぞ、フリーザー。終わりだ、フリーザ。この星を消す。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。おかげで俺は命拾いをしたがな。5分もあれば十分だ。貴様を倒し、仲間と共に地球から乗ってきた宇宙船で脱出する。残念だったな。希望が残されているのは俺の方。少なくとも貴様よりは大きな希望が。そら、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 僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。俺のフルパワーで蹴りをつけてやる。見せてやるぞ。これで70、いや
待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。そら、バレるな。宇宙一なんだ。貴様は俺に殺されるべきなんだ。これは宇宙一なんだ。だから貴様はこの俺の手によって殺されるべきなんだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。殺しに来たって僕たちを何も知らんというのはいいものだな。知っているさ、フリーザだろ。誤算だったな。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。ここにもいたということだ。何？くたばる！くたばるのはそっちだ！終わりにしよう。やるね。一気に型をつけてあげるよ。無様に散れ。いい運動になったよ。見失ったか。それ、なめるな。そこだ。さあ、行きますよ。孫悟空さん、随分と待ちましたよ。あなたに復讐するこの時をね。
ベジータさんと一緒なのは少し意外でしたけどね。ふん、どうやら本当にフリーザのようだな。おめえどうやって生き返ったんだ。ドラゴンボールを使ったのさ。そうなんだろう。その通り。私は帰ってきたのですよ、あの忌々しい地獄から。知らねえよそんなこと。おめえが勝手に地球に来てトランクスに殺されちまったんじゃねえか。すべての始まりは孫悟空さん、あなたなんですよ。私はね、あなたに生きていられるのがどうしようもなく尺に触るんですよ。この前は正直油断をしてしまいましたから、今度は一気に最終形態になりますよ。その様子じゃフリーザおめかなり強くなってんな。その通りです。私は蘇ってからあなたと戦うために随分とトレーニングをしました。そんな努力初めてでしたよ。私ともあろうものがおかげで自分の想像をはるかに超えた力を手に入れることができました。もしかしたらこのまま勝てっかもと思ったけんどよ、やっぱ無理みてえだな。奥の手出すかな。お塩も壊すこの力堪能していただきましょう。この力受けてみるか。さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。ではバカ正直なあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。思い知らせお見せしましょう、私のさらなる進化を。すげえ安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。やっぱおめえただもんじゃねえってことだな。根っからの悪人でなきゃいい。フさあ選手交代だ。差し上げます。ほらほらかかった、やるな。ほら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 フッフッ、思い知らせてやりましょう。フッフッ、いやっ、たたたたしやっ、あなたには落ちていただきましょう。記録の底までね。やれやれ、少し埃がついてしまいましたね。俺様は甘くないぞ。思い知らせてファイナルスラッシュ。そらけ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 、バカめ無駄だ。邪魔ですね。
俺様は甘くないぞ。おのれ。貴様の時代はとっくに終わっているんだ。二度と蘇るんじゃないぞ。くっ、お前たちもね。さあ、行きますよ。フィニッシュだ。これで落としてやる。おやおや、誰かと思ったら孫悟飯さんじゃないですか。私を助けてくれたんですか。同じ第七宇宙の仲間ですから。いいんですか？私なんか助けても。今度は本当に裏切るかもしれませんよ。その時は僕がこの部部隊から落とします。いいでしょう。ひとまず教頭と行きましょうか。足手まといにはならないでくださいよ。分かっています。おい、リスポ、僕たちが相手だ。一発当てたくらいで調子に乗りやがって。二人まとめて俺が落としてやるぜ。そんなことを言っていられるのも今のうちですよ。スーパー最高速モードだ。終わりだ。フランコなしでお願いします。おっと、どうやら化け物を呼び寄せてしまったようですね。ジレン、何？消えろ。何？差し上げます。消えろ。なめるな。このままじゃ二人とも落ちてしまう。フリーザ、僕をおとりにしてください。なるほど、さすがリーダー、素晴らしい作戦です。
17号さん、まだ遊んでいるのですか？少々遊びすぎですよ。お忙しいところ失礼しますよ。さすがは正義の戦士様です。なかなか頑張りますね。ご立派ですよ。そろそろあなたの戦意とやらを私にぶつけてみせてください。できるものならね。さようなら、正義の戦士様。さすがは正義の戦士様です。ですが随分と無様な姿ですね。ズタボロでまさしくゴミ。ゴミはゴミ箱へ、弱き正義は武部隊の外へ。この私が優しく落として差し上げますよ。やれやれ、少し埃がついてしまいましたね。おや、いらん。正義はいらん。覚悟は決めた。ほう、いいでしょう。見せてもらいましょうか、あなたの覚悟とやらを。派手な変身でも見せてくれるのかと思えば、そんな怖い顔をしてもどうにもなりませんよ。だといいが。ま、試せばわかりますよ。おや、あれは。こいつを食らえ、ね、破壊って。いかに俺たち破壊神だけの力。覚悟を決めたトッポは破壊神と同じ。そう、破壊神トッポの誕生だ。何が破壊神ですか。このゴールデンフリーザには無意味ですよ。さっさとくたばらない。破壊の力などすでに経験済み、片手で十分ですよ。さっさとくたばらない。楽しくなってきましたね。この場で貴様を破壊するのはたやすいが、それでは失格となる。ゴミはゴミ箱に。だったかな。
お前はフリーザ。17号さん。ジレン、このままだと時間切れになる。さっさと奴らを落とせ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。無駄なことを。もう戦えない者を武部隊にあげるのがお前たちお得意の信頼とでも言うのか。信頼？何が言いたいのですか。俺に二度も手を下させるな。あなたが手を下す心配などなさらず結構。あなたは再び敗北を味わうことになるでしょう。この私にね。いや、お得意のポーカーフェイスはどうしたんです。黙れ。一度砕かれた強さとは実に脆いものですね。あなたの心の悲鳴が聞こえてくるようですよ。弱い自分には戻りたくないってね。当たらんぞ。クラント。まさかこの私がゴールデンの状態が維持できないと。すまなかったな、あとも任せっぱなしになっちまってよ。あなたも後ろに下がっていてはいかがですか。フリーザ、オラたち全員とっくに限界を超えちまってんだ。今ここで三人が協力して立ち向かねえと壮大な宇宙は消えちまうんだぞ。やっぱジレンはすんげえ。たった一人でここまで強くなってよ、オラたちが束になってもかなわねえかもしんねえ。星をも壊すこの力、堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。私を生き返らせるという約束、覚えているでしょうね。フリーザ。ているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、オラは約束を守る。それおめえが一番よく分かってんじゃねえのか。あなたのそういう甘いところにはヘドが出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだか。死んでも治りませんよ。はぁ、あ、私を投げ飛ばしなさい。わかった。いいんですか。私は悪事をやめるつもりはありませんよ。その時はオラが倒すさ。さてどうなりますかね。
Thank you.